自分は雑貨チェーン店で働いてるんだけど、こないだ男子高校生が3人来店した。灰皿とか香水とか、そういうのを探しているのかなとぼんやり見ていたら、その中の一人が商品を持ってレジに来た。手に持っていたのは、盆栽栽培セットとミニ水車。水を入れてスイッチ入れると、水車がくるくる回るおもちゃ。変わった高校生だと思っていたら、プレゼント包装してください。と言われ、包装紙5種類ありますけど、どうしますか？と聞くと、他の友達を探しに行ってしまった。メンバーが戻ってくると、この色がいい、いやこっちがいいと大騒ぎ。こっちも、平日の客が少ない時だったので、好きなようにさせていた。メッセージカードも、ワイワイと茶化したりしながらも、全員で一筆ずつ書いていた。包装紙の色を決めて、店内でお待ちください。と言った後、ギフト包装開始。一番上に飾るカードの内容が、どうしても見えてしまうんだけど。内容が、先生、3年間ありがとう。だった。ことさら丁寧にラッピングしてお渡しした。全員、お礼を言って、元気に帰っていったよ。なんか、胸が温かくなった。